今日は今から北参道で開催される園芸イベントボタニカルサーカス3に行ってきます。略してボタサー。いや、それにしてももうすでにめっちゃ暑いんですよね。なんか長袖で出てきちゃったんですが、ちょっと後悔、すでに暑くてもうちょっとおでこに汗が出始めてます。ということで行ってきます。北参道のスターバックスの遠い面あたりで待っていてくださいっていうインフォメーションがあって、なんか目の前に並んでる人が結構いるんで、あそこが待ち合わせ場所というか集合場所になってるのかもしれないですね。ということでちょっとボタニカルサーカス潜入してきます。ボタニカルサーカスですか？あ、はい、あ、そうです、はい、はい。ボタニカルサーカスから出てきました。いや、めっちゃ人多かったですね。なんかほぼ身動きが取れないっていうぐらいに人が入っていたような、そんな気がします。それだけ美学ファンが多かったってことでしょうかね。で、今回もまたちょっといろんな方とお会いできたりとか楽しかったです。あと個人的に15年ぶりぐらいにお会いする方なんかもいたりして、テンション爆上がりでした。ということでめちゃめちゃ楽しかった、ボタニカルサーカス3でした。一応なんかいろいろと買い物をしてきたので、この辺りについては後ほど紹介するっていう感じで戻ります。コーヒー屋さんだ。コーヒー屋さん、あ、なんか新しくなってる。コーヒー屋さん、フェイバリットシング、すげえ、ジョン・コルトレーン。あ、フードもサービスしてるんだ。スパイシーローストチキン850円。ジョン・コルトレーン的なお店の名前。そうな。うん。ということで、今日もランニング。今日はですね、ランニングと登山、両方です。でですね、登山は23区で一番高い山に登ってきます。ということで、まずその山に向けて走って、で、山に着いたら登山っていう感じで行ってきます。今日はこんなグッズを取り入れてみました。うわ、風強い。GoPro のボディマウント、これをちょっと試してみようかと思って、これをつけてみました。が、もう早速まだ使ってないんだけど、ちょっと弱点が見つかってしまって、前使ってたネックホルダーは、GoPro を向けたい方向に比較的簡単に向けられていたんですが、これはもうまっすぐしか向けられないんですよね。それがちょっと難点かなと思いつつ、今日これでちょっとランニングと登山の道すがらを撮影していきます。よし。ということで、車通りが多いからちゃんと声取れるかどうかわかんないけど、走り始めました。今日もゆっくりめ？ゆっくりめで行くの？ゆっくりめだそうです。風が強いんで帽子が飛ばされそうです。郊外坂、郊外坂だって。読めない。うん、読めないね。一見で読めないあの字は。郊外坂です。西麻布交差点というと、ホブソンズ。いや、よく食いに来たもんです。イエローっていうクラブがあって、そこで、遊んだ帰り、ホブソンズに来たりとか、あと、豚組しゃぶ湾っていう、しゃぶしゃぶの美味しいお店があって、そこが六本木にあったんですが、それの帰りに寄ったりとか、お腹いっぱいなのによく食えてたな。うん、そんな感じで。アイス別腹。そうそう、アイス別腹ってことで、よく行ってたホブソンズでした。ということで、今、西麻布の交差点、そこを渡ってます。六本木ヒルズです。
なんかすごい、めちゃかっこいい。これなんだろう、レインボーカラーで数字が2000ってないか、なんかの数字がカウントアップされてるレインボーカラーのパネル、あそこに書いてある、エマニュエル無法100カラーズナンバー43、100色の記憶だそうです。めっちゃオシャレ、かっこいい。あ、なるほど、一番手前が2023になってどんどんとカウントダウンされていくんですね。で、一番奥が100枚だから2003だった、うん、あ、じゃあ100枚どころじゃないのか。100色の記憶って書いてあるから、いろいろとカウントダウンされて 100枚あるのかと思った、うん、じゃあ戻るか。六本木交差点やってきました。で、この外苑東通りを右折します。ロアビル、超懐かしいロアビル、残念ながら取り壊しです。あれ、ここじゃなかったっけかな。六本木のピットイン、ジャズバーが確かここじゃなかったかな、忘れちゃったけど、この辺にあったような気がします。伝説的なジャズバー、六本木ピットイン。また坂、これはなんて読むんだろう、五組坂って読むのかな。こんな逸話のある奥見坂でした。スウェーデン大使館来ました。なんか前にスウェーデン大使館のなんかパーティーみたいなのがあって、クリスマスパーティー、うん、それに来た時にここに来たんでした。愛宕神社参道、書いてある、あ、そうなんだ。じゃあ出世するし、出世しようか。トンネルを抜けて信号左折。じゃあこのトンネルを抜けて出世の階段登ってさらに出世します。愛宕神社到着で、この階段が出世の階段、階段じゃないか、出世の石段、これを登っていきます。めちゃ風強い、すごい急だなこれ、ほぼ壁それぐらいの階段です。これを登っていきます。もう本当全然わかんないと思うんですけど、これ何度あるんだろう、めちゃめちゃ角度のある階段。じゃあ行きましょうか。おお、すごい、めちゃめちゃ急、こう見るとこの石段の急さがわかるんじゃないでしょうかね。これ見てください、これですよ、この急な階段。多分動画だと伝わりにくいかもしれないんですが、もうほぼ壁です、壁。ここをちょっと歩いて登ってきました。ここまで走ってくる以上に疲れたかもってぐらい急な階段。めっちゃ寝てる。残念ながら登山はできなかった感じ。今この奥が愛宕山の三角点なんで、この奥に目的地となる愛宕山があったと思うんですよ。なんですけど今こんな感じで工事中なので、まあこの出世の石段登ってきたし登山したということでいいんじゃないでしょうかね。ということで今日のランニングと今日の登山終了。なんかもう急な出世の石段を降りるのが嫌だっていうことなんで、別な迂回ルートから降ります。ここから普通に降りられるね。愛宕神社。そう、NHK 博物館。あ、どーもくんがいるよ。どーもくんがいます。なんか今、記念撮影やってる。二人です。はい。空いてるローテーブルどちらでも。どうぞ。はい。乾杯。虎ノ門蒸留所のジンロックでいただきます。ビール、うん、ビールグラスっぽいね。いただきます。あ、めっちゃうまい。甘い、うん、すっげー美味しいです。
ヤンニョムチキン。でかいね。一口で食べられないですね。うん。焼きナポのチーズ焼き。熱いうちにどうぞ。虎ノ門蒸留所でめっちゃ美味しいジンをいただいて、ちょっとご飯食べて、今から戻ります。で、ちょっと遠回りしてだいたい6キロ弱強か6キロ強のコースをたどって戻るっていう感じで、ちょっとだけ皇居をかすって、で246に出て、そこから延々と渋谷方面に走っていくっていうコースです。めっちゃ暑いです。虎ノ門交差点、日比谷公園。今日は何かやってるんでしょうかね。ゴールデンウィークだし、何かやってそうな雰囲気があります。あ、なるほど。ふるさと東京応援祭だそうです。東京に特化したイベントかな？今日は気温も高いんで、スムージーとか。かき氷とか、そういったお店が賑わってます。日比谷公園。なんか向こうの方は、音が出てるからライブっぽいのやってんのかな？なんだろう。あ、ライブやってるわけないか。あ、違う。ライブ会場っていうか、ミニステージあるよね、向こう。なので、演奏やってるのかも。なんでしょうか。縁日的なものがありますね。スーパーボールすくい、お面。あと、こっちはなんだろう。わかんないけど。なんかやっぱアイドルちゃん的な人が、あ、これだ、日比谷アイドルフェスっていうのをやってて、一方でさっき混んでたところは地元飯フェスってやつですね。なので今日日比谷公園は日比谷アイドルフェスと地元飯フェスとふるさと東京なんだっけ応援祭りっていう3つのお祭りみたいなフェスがやってるって感じでした。正面、国会議事堂。で、246に行きたいんだけど、今、この道は、六本木通りだ。どっかで曲がろう。赤坂見附まで出てきました。これで246に入って、渋谷まで一直線っていう感じです。いや、もう、すでに疲れた。結構ビル風が向かい風になってて、しかもかなり強風だったんで走るのに苦労しちゃった。いや疲れた。ホンダのビルの前、竜巻できてます。わあ、すごいすごいすごい。うん、外苑イチョウ並木。いや、なんか今日もたくさん車が止まってそうです。ルブタンのポップアップストア、もうオープンしてる。すごいね。ルブタン AR なんとかパントパっていうのやってるみたい。なんだろう。なんでしょうね。青学で戻ってきました。いや、めっちゃ疲れたな。なんか知んないけど、相方さん、最後ダッシュとかって走っていったんですが、自分はもう力が残ってません。ぐいぐい引き離されてます。やばい。体力なさすぎ問題。ゴール。距離が 5.79 キロ。で、1キロ7分6秒っていう感じです。で、行きがだいたい4キロちょいぐらいなんで、合わせて10キロ弱ってぐらいでしょうか。ということで、今日のランニングは終了です。いや、今日風が強くて大変だった。いやー、疲れました。ということで、お疲れ様でした。は右からキントンゴー、ゴールデンボアポーク、そして星の黄金豚。
この3種類で、一番右のキントン王、このお肉がなんと豚タンです。豚タンでしゃぶしゃぶ。そして今日のワインはチェコのラウポパーって読むのかな、読み方がわかりません。 ZNOJMO、 読み方がわからない、全く読めない。英語で書いてあるか、これは英語じゃないや、やっぱわからない。乾杯。豚組に合わせるワインはチェコの白。いただきます。美味しいね、うん、美味しい白ワインです。あ、でかいでかい、これで1枚なんだ。ということで今回の特別なお肉、豚のタン、これをしゃぶしゃぶ。どれぐらいしゃぶしゃぶすればいいんだろう。多分これぐらいでいいかな。じゃあこれぐらいで、まずは塩だれです。塩だれにドボン。そしていただきます。なんとか王の豚のタン、いただきます。美味しい。パンのコリコリ感があって美味しい。うん、これは美味しいな。ごまだれで。